皆さん、お待たせしました。これが我らの新型機、キングジョーストレンジカスタムです。右腕には主力兵装となる26口径750ミリペダリウム粒子を、左腕は近接接近攻撃システム、通称ペダリウムハンマーを運用可能。タイトルにあるのは多連装ペダリウム誘導弾発射システム、射程距離はなんと100キロ。まさに戦う武器庫、ロマンの塊。はい、ハルキ、なの分かってるの。起動確か何時から？北さんが乗れるから始める。待って、俺ってどうしても乗れないんすか？お前のスキルじゃまだ無理だな。そんな、俺もまだ。おい、はい、乗りたかったらせめてシミュレーションでもっといいスコア出しなくて。はぁ、いける、行ってるぞ。おっ、隊長、俺いつでも行けますんで、ちょっと考えておいてくださいね。そんじゃ、行ってきます。春樹、今日なんかあるんですか？ああ、親父さんの命日だから実家に帰りたいんだと。ああ、春樹、実家どこら辺でしたっけ？ああ、確か深間市って言ってたか。なんだあの穴。監督呼んでこい。はい。うまくなったな。よいしょ。もう一丁。大丈夫大丈夫。大丈夫か？よし。父さんの手、大きいね。なんだよ。ほら。春樹も大きくなった。歩き、お父さん似てきたね。え？そうかな。子供の頃はあんなに可愛かったのに、ずーたいはでかくなるわ、愛想も悪くなるわ。
お父さんそっくり。いやいやいや、愛想はそんなに悪くないだろう。ああ、懐かしい。この頃の可愛いあんたはどこに行っちゃったの？ここだよ。え？ここにいるって。いやいやいや。で、状況は？出現した怪獣はレッドキング。深間市内の採石場で作業中に地中で眠る怪獣を目覚めさせてしまったみたいで。深間市って春樹の実家の近く。優香、春樹に連絡。了解。陽子、出す。了解。孫さん、キングジョーは最終チェック中だ。10分で終わらせるよ。よーし、腕の見せ所だ。山本も急ぐぞ。はい、わかりました。母さん、急いで避難所まで移動して。あんたどうすんの？仕事。ちょっと気をつけなさいよ。ああ、最終チェック終了。一斉を出せるぞ。キングジョーストレージカスタム出撃準備。キングジョーストレージカスタム出撃準備。お願いね、陽子。はい、任せて。行こう。晴れ。乱闘の風5メートル。行こう。問題ありません。交差点準備。外部走行異常なし。当選完了です。両岸旋回自動モーター異常なし。班長、これを。説明書、補給完了しました。ホースゲートオープン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 。よし、キングジョーストレージカスタム出撃。クリアフォーテイクオフ。ラジャー、クリアフォーテイクオフ。キングジョーストレージカスタム出撃。Beta Smash!
ットキングはウルトラマン Z に任せて、キングジョーは採石場に現れた方を対処しろ。了解。すいません、 Z 様、こちら任せます。
ずっと穴から離れない。ああ、でもどうして？自分の卵を守っているんだ。それじゃあさっきのやつはただ自分の子供を守るために。2匹のレッドキングはそれを守るために行動してたんだろうな。それじゃあウルトラマン Z はそれを守るために？うん、レッドキングは卵と共に消えた。次に現れた時再び人間を襲うかもしれないという可能性を残してな。本当に帰っちゃって大丈夫？俺何でも手伝うけど。うちは何ともなかったし、あんたも仕事があるでしょ、うん、ほら急がないと電車の時間に遅れるよ。じゃあまた来るわ。うん、じゃあね。今日紹介するのはこれだ。
ゾフィン。宇宙警備隊のゾフィン隊長。数々の戦いで平和を守ってきたウルトラ強い大先輩だ。次に紹介するのはファーザー・ラウト・オルトラ。ウルトラの父、みんなからお父さんのように慕われてる頼もしいヒーローなんだって。次回もお楽しみに。10年前地球に落ちてきたグルジオ・ライデンが目覚めた。背中の大砲から放つ強力光線にはキング・ジョーのペダニウム粒子砲で挑むしかない。おい、ハリケーン、一体どうしたんだ。次回、ウルトラマン Z、 叫ぶ命。ウルトラ強いぜ。